生以来、自動車は社会に深く定着し、人々の暮らしに欠かせない存在となりました。自動化、電動化など大きな変化の中、自動車を含めたモビリティは全く新しい時代を迎えようとしています。 More life saved, more life lived。 モビリティの安全分野を担うオートリブがより多くの命を守ることが、人々の人生における様々な楽しみや喜びを確かなものにしていると信じています。皆さんこんにちは。私はオートリブのコロン・ノクトンです。私たちは35年以上もの間、日本のお客様向けにエアバッグ、シートベルト、ステーリングウィールといった自動車を含めたモビリティの安全ソリューションを作っています。これからオートリブジャパンについてお話ししていきましょう。世界では毎年約130万人が交通事故によって命を落としています。オートリブは自動車事故を確実に減らすための安全製品の開発に力を注ぐことで、世界のモビリティ安全ソリューションのトップランナーとして走り続けてきました。オートリブジャパンは多くのカーメーカーがいる日本において、継続的に開発生産能力を向上することによってカーメーカーとの信頼関係を強化し、ビジネスを大きく拡大してきました。オートリブのグローバルの売上の約 30% は日本のカーメーカーです。より多くの命を守るというビジョンへの強い使命感とモチベーションがワンオートリブとなり、その成果に結びついています。日常のさまざまな交通事故に関する調査をもとに、日々研究や開発を積み重ねることでイノベーションを生み出しています。Our products have no room for error, which is why our quality improvement activities are very essential. With our strong belief and vision, saving more lives, that is all the more reason we are strengthening various improvement and development activities to further advance quality and safety. オートリブの始まりは約70年前、1953年、スウェーデンのヴォーゴーダという町で生まれました。創業者が妻への安全配慮から着手することとなったシートベルトの製造は、自動車安全製品の大きな事業へと成長していきました。そして1987年、日系自動車メーカー向けの営業拠点としてオートリブジャパンが設立されました。翌年、日本でのシートベルト生産とエアバッグの輸入販売を開始、各地に事業所を開設していきました。そして2023年、愛知県知多市に中部事業所を開設。オートリブジャパンはグローバル戦略を実現するアジアの重要拠点として走り続けています。モビリティ業界の変化のスピードは想像以上です。時代の変化に合わせて安全ソリューションの在り方も進化させていく必要があります。これまで注力してきた自動車安全ソリューションのノウハウをもとに、自動二輪車向けソリューションなど、交通弱者のためのモビリティセーフティーソリューションにも積極的に開発を進めています。誰もが安心できるモビリティ社会の実現という大きな目標のために、オートリブはこれからも革新的な安全ソリューションを生み出していきます。人の命を守ることは私たちが思い描くストーリーの半分に過ぎません。 More life saved, more life lived。 私たちがより多くの命を守ることが、人々の長い人生における様々な楽しみや喜びを確かなものにしていると信じています。